はい、どうも、カズマルクスと申します。というわけで、今回も、マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。ということで、前回とね、同様で、またリクエストの方ね、いただきましたので、今回はね、こちらの方を紹介して、実際にね、走って使っていきたいと思います。それがこちら、じゃん、ヘイホー、花ちゃんバギー、スカイローラーというね、リクエストいただきましたので、走っていきたいと思います。で、ヘイホーさんに関してはですね、なんかね、カラーバリエーションがめちゃくちゃあって、まあ、スタンダードっつったら、あれだよね、赤だよね。赤の兵法さんが多分ね、普通の兵法さんだと思うんですけども、まあ今回はね、僕が好みで選んだ、なんだっけ、緑のグリーンバージョンのね、兵法さんでちょっと走っていこうかなということで、同弁の方々皆さんよろしくお願いします。なんかね、僕の選んだカスタムで走ってくれてる方もいて、いやーありがたいね、ほら。はい、大丈夫、さっきね、4人ぐらいいたからね。はい、大丈夫、スタートよろしくお願いします。さあ、本日は、令和になってから2本目かな。さあ、これちょっとイン付きで、ね、行きたい。これちょっと、このさあ、スリストマジで、オッケー。さあ、しっかり金庫に貯めて、ここは当たんないように、オッケー。さあ、コインが全然ね、コインちょっと貯めて、しっかりジャンプアクション入れていく。さあ、ここもしっかり、スーパー貯めて、行きましょうということで、これちょっと後ろ投げて、こっちと当てていきたい。ラグかよ、マジか。さあ、これはちょっと、あーマジか、当てられた。やべ、大丈夫。じゃ、ただ、2キープね。さあ、ここでしっかり相手も交換して、あっぶねえな、後ろから来てるな。これちょっと、しっかり構えといて。いや、コインマジで集めたい。コインをね、しっかり。落ち着け。ドッスンちょっと怖いんで、あー、これ大丈夫かな。さあ、ちょっとバナナ落ちすぎじゃねえか。これはちょっとキラーを避けて。いやー、ルルラさん、ありがとうございます。さあ、これ、キノコ使って、いやー、もう一回使って、もう一回使って、あー、危ねえ。さあ、こしっかり直大ショートカット決めていくということで、スター使って、これどんくらい上がるかな、めちゃくちゃ上がっていきたいんですけども。さあ、これは無理かな。さあ、最後は、いやー、なんか、やばいなー。ということで、いやー、最後は4位という結果になりました。いやー、ちょっと1周目ね、ポッチさんにちょっと当たっちゃったのが痛かったんですけども、今回は皆さん合流ね、本当にありがとうございます。よかったら皆さん初見さんも合流してみてはいかがでしょうか。まあ、僕はエンジョイでやってるんでね、ガチ勢の方はどんどんね、かかってきてくれや。さあ、やっていきたいと思います。200cc クッパキャッスルということで、やっていこうか。いやー、兵法花ちゃんはね、制御はなんかね、普通にできるんですけどね、なんかね、扱いづらいね、個人的には。いやー、ここでスタダミスはダメだろ、じゃあ。まあ、なんか総力力上がりそうなんで。かといってね、このカスタムはね、ちょっと俺、なんかね、進んで使いたいかって言われれば、別にそうでもねえかな。あー、まあ、アイテム取って。これちょっとね、炎のバーが意外と厄介なんで、前のサムラビット早くね、男村人めちゃめちゃ速いな。さあ、これしっかり、いや、スリストいらないんで、スリストめちゃめちゃおしゃれな。これちょっと2つ目か。これね、前のね、方がめちゃくちゃアイテム効果積極的で、すごいんで、1位走ってる時もね、無理やり入れ替えてた感あって、そう。ここで、あ、なんか1位いけそうだね。前の2人、ここでしっかりインツケ多分抜けると思うんで、オッケー。まず1人抜いていく。さあ、なんか、なすりつけて、ここでしっかり、もうこのバー邪魔だよ、マジで。さあ、ここで赤コーラ投げて、ボムしっかり置いて、後ろ追いつかれないように、あー、これちょっと消したいな。いや、赤コーラ後ろから結構飛んでくんですけども、大丈夫かな。さあ、コインが全然ないね、これ。いや、1大事だよ、そんなの。あ、待って、これ抜いた？ダメか。いやー、これ、赤コーラも飛びすぎだよな、マジで。オッケー。さあ、消していく、もう！どんだけ来んだよ、マジで。てかね、やばいよ、これ、赤コーラ。オッケー、消していく。さあ、これは俺食らわないようにしっかり、ね、外側に避けて。危ない。さあ、ここでもう一回ね、バーニャ。あー、二つ取れなかったなー。これ痛いね。あー、落ちていい！ちょっと待って。落ち着いていこうね。さあ、後ろまだついてきないから。うわー、やばい、今日ミスが多いし。落ち着かねえな今日。コインのキノコ、これ前の人周回遅れしてんじゃん。これちょっと安全で上から行こうか。あ、押された、大丈夫。1111111、オッケー。危ねえ、よかった。今多分2位の人だったよね、あのドイツの方は。危なかったね。とりあえずなんとかね、あの1位守り抜いたんでいいとしましょうか。
ということで、第2レース目はね、1位という結果になりました。ありがとうございます。ジャーマニーにね、見事勝利したということで。さあ、やっていきたいと思います。200cc、任天堂64、虹、ということで、やっていきたいと思います。最悪だよ、マジで。どんだけさ、荒れすぎなんだよね、ほんとに。しかも、1スタート、あ、大丈夫、ここも上スタートのが絶対有利なんだけどね。あ、でもなんかスタートミスしてる人いるんで。いや、浮くねー、軽量やっぱ浮くわ。これちょっと一番右取って、これしっかりくぐり抜けて、これちょっと絶対被弾するんで、アウト、もう被弾する確率大なんで、まあ、これしっかりインつけるときはインついていこうか。で、前はウンさん、ポッチさんと。はーい、これでしっかり、じゃあ、パクション、ここにもう一回決めたらでかい。ここでウンさんを落としていくと。前は、ポッチさんか。なるほど、これちょっとピンクまで溜めた方がいい気がするんで、しっかり、あー、これ二ついけたなぁ。まあ、ここでしっかり、溜めていくと。これは、だっちゃうけど、なんとか防いでいくと。ここで二つ取っていこうか。二つ取って、ピンクまで溜めていくと。さあ、なんか来い。なんか来てほしいな、これ。ここでもう一回、入れ替えしたいな。あ、今の処理うまかった。これちょっと、前投げて、前投げたんですが。いやー、アイテム弱いな。アイテムが弱すぎる。さあ、まあ、ちょっとやめてくれ。さあ、大丈夫、大丈夫。落ち着け。これは、なんとか、無理かな。さあ、ここで、赤コーラ来た。いやー、これ1位無理かな。いやー、きついな、これ。さあ、ここでしっかりスーパー溜めて。いやー、きつかった。ちょっときついレースでしたね。さあ、やっていきましょう。 200cc、新マリオサーキットですね。はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、大丈夫。はい、佐藤ということで、さあ、今回もね、よろしくお願いしますということで、また日付を改めてやってみます。さあ、これ赤コーラ俺当たんないよね。大丈夫。あー、当たるかな、これ。赤消ししたい。あー、赤消し無理か。さあさあさあ、ね、昨日やって続きを、次の日、今日日曜日なんですけど、やってる感じですね。オッケーオッケー。赤コーラがね、めちゃめちゃ出る今日この頃なんですけど、さあ、これしっかり1個取って、このショートカットしていきたいな。これで1回ね、ショートカット挟んでいくと、はい、これジャンプすると、飛距離伸ばせるんで、オッケー、いい感じ。さあ、赤コーラ、これめちゃめちゃやばいね。これは投げまくるしかないだろうということで、さあ、これはね、ちょっとしっかりバシッと投げていくということで、さあ、ここでボム置いていこうか。一応ボム置いていくという感じで、さあ、うわー、それずるいな。これちょっと当てていくか。当てていく。当たんねえか。よし、当てていく。いいね。これでもう一回後ろ投げて。ただ、後ろさ、なんか、おー、これは嬉しいね。このバナナマジ嬉しいわ。ここで、コインね、ちょっとしっかり、次のね、コイン3枚を集めていきましょうと。で、ここもね、しっかりリスク決めていくと。これジャンプした方が結構距離伸びる感じがするんですが、まあ、これしっかりね、パックの内側も通ると。さあ、ジャンプアクション。で、ここはちょっとイカなんで、気持ち強めに右スティックを倒しながら行くと、ここでアイテム置いて、これ後ろキラー来てんのかな、大丈夫かな。あ、周回遅れの人か。マップ見たら近かったね。で、最後は上にビューンということで、フィニッシュ。1位、ありがとうございました。やったぜ。なんか今合流したらですね、結構ね、人が増えてきた感じですね。はい。ということで、今回皆さんご視聴ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、高評価、ぜひポチッと。よろしくお願いいたします。高評価、ぜひね、押してくれると嬉しいです。ではでは、リクエストもお待ちしてます。お疲れ様でした。よろしくお願いいたします。さあ、今回のカスタムはですね、こんな感じで、悪いじさんと、バイク系の、スタンダードバイクを使ってやっていきたいと思ってますんで、よろしく。はい、大丈夫。はい、スタートということで、さあ、今回も走っていきましょうか。さあ、スタンダードバイクは 200cc であんま使ったことないんで、頑張って走っていきましょうか。スタンダードバイクはね、まあ、花ちゃんバギーとかとの性能は多分しちゃうと思うんですけども、走った感じはちょっと、どうなるかね、気になるんで。あー、アイテム。コインはね、こうしっかり集めていきましょうか。5枚まで溜まった。さあ、あとは総力で追いついていきましょう。さあ、ここでもう一回スーパー溜めて、ここでね、ショートカットしっかり決めていこうか。オッケー。あ、これ早いんじゃない？このね、ショートカットはだいぶ早いと思うんで、で、ジャンプアクション。で、このバナナちょっとケツにつけといて、ほじっときましょうか。さあ、あ、これいいぞ。この処理いいぞ。これちょっと、置いていきたいな。ちょっとここに置いていこうか。引っかかりそうだね。で、あー、サンダー来ちゃうか。これちょっと、赤コーラ出てもおかしくないな、後ろから。大丈夫かな。そう、大丈夫。これしっかりくるんと回って。ここで、マジかよ、ちょっともう。それずるくね。それずるくね、もう。なんだよ、2連サンダーはないわ。ちょっと怖いんで、アイテム取っときましょうか、ここで。これしっかりアイテム取っといて、オッケー。
さあコインね、ちょっとコインが足りないな、これコインが足りない。わーっと、これバナナなんとか引っ掛けたい。タイヤさん危ない危ない。さあこれでちょっと置いておきたいな、これこれちょっと置いていきたい。ここに置く、引っかかるかな、引っかかんねえか、マジかマジか。さあここでしっかり処理をね決めて、あとはアイテムここでしっかり2つ取っていく。はぁマジかよ。さあさあさあ、これは抜けるかな、これ抜いてほしい、抜きたい抜きたい、オッケーオッケーオッケー。さああとはこれ当てていきたい、当て、マジか。ここでしっかりねジャンプアクションオッケー、なんか抜いた、処理で抜いたね。ということで最終リア、最終じゃねえわ、最初のレースは1位、ありがとうございました。多分あのニスクは遅めにねジャンプすると結構早いんじゃないかなということで、1レース目1位ありがとうございました。ということで名前が前回とねそのまんまなんですけどね、3000人本当にねありがとうございますということで、よろしくお願いいたします。